大勢翼さんの歌発表会。後ろのマークは大勢翼3回の紋章。大勢翼んの歌は1941年3月にレコード会社6社から発売された歌。我らの歌で放送された。1940年に発足した大勢翼3回によって主催し公募された。市は長野県の教員だった山岡正人、曲は 高津笠晋介公爵の着難で当時中学5年生だった高津笠敏道の作品がそれぞれ選ばれた。編曲は同様、面恋こい駒などの作品で知られる二木滝雄が言った。国民歌謡の後ろ身、我らの歌によって流されて大ヒットした。また、日本を代表する大手レコード会社が共作した。戦後、作曲者の高津笠敏道は、 1950年に昭和天皇の第三王女、高宮和子内親王と結婚した。和子内親王の弟、嗣宮昭人親王の家庭教師だった、米国人作家イージーバイニング夫人は、著書、皇太子の窓において、年道の作曲家ぶりについて、学生時代の作品の一つはコンクールに入賞して、 日本中の子供たちが歌ったものだという年、当時初等科6年生だった高宮も将来の夫が作った作品とは知らずにその曲を覚えたとタイトルに触れず本曲を紹介した。1942年頃に募集された戦艦山と艦歌の前半部分の旋律は本作品と同一であるがその経緯については判明していない。ありがとうございます。